はい、皆さんこんばんは。今日はひとみんないと皆さんで楽しく行ってまいりたいと思います。日向ひとみちゃんのねカバー曲選手権、はい、すごくありがたいです。皆さんありがとうございます。今回ね、ひとみちゃんの、はい、シングルリリース曲も40数曲ありますけど、世界中から6万5000人ぐらいの方がねご応募いただきまして、一次予選を通過した今日は精鋭8組が、はい、このね聖地蒲田ニューエイトのステージで、はいはい、優勝を目指してね、はいはい、もう日頃の、はいはい、素晴らしいパフォーマンスを競っていただけるんですけども、はいはい、その前に投票の仕方とか諸注意をね、はい、皆さんに、ご案内したいと思いますので、ひとみちゃんお願いいたします。投票はまずどのようにすれば、はい、投票用紙ですね。はい、このようにね、はい、投票用紙が皆さんお持ち、はい、お名前がね書いてありますので、ここに1番の推しの人は20丸、はい、2番の方は1つ丸、はい、これで集計を取りたいと思います。はい、すべての演者さんが終わった時に、はい、ムームーさんが、投票箱を持ってね、皆様の席をお回りしますので、その時に投票していただければと思います。8組の中で2人でございます。1位の方と2位の方をね、はい、投票していただければと思います。はい、1位の方のポイントが50点、はい、2位の方が20点ということでね、反映されますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、はい、今日はね、各界から素晴らしい特別審査員の方をお招きしております、現在ちょっと諸般の事情で2名ほど到着が遅れておりますが、現在到着しております。イケメンお二人、じゃあひとみちゃんご紹介ください。お願いします。秋葉原シブカムイの店主、諸橋さんです。はい、ジュニアさんでございます。はい、はい、よろしくお願いいたします。ちなみに特別審査員の方は一般の、審査員の方そして2倍のポイントを持っておりますので、ビールの差し入れとかするとひょっとしたら丸が20丸になるかもしれませんのでね、その辺の駆け引きはお任せいたします。はい、法に触れませんので大丈夫ですね。はい、それから、ご観覧中なんですけども、今こういうご時世でございますので、飲食する以外はマスクを着用して、応援していただければと思います。応援する時もあまり声は荒げず、心の中で応援したり、こういうなんですか、ヘドバン。ちょっとひとみちゃん見本を示してください、ヘドバンの。うまい。うまい。やってください、ヘドバン。あー、うまい。こんな感じで心の中で。脳震盪を起こさない程度ね、ヘドバンを押してください。よろしくお願いしたいと思います。それから、ここに飛沫地帯というのがございますので、ここには入り込まないように。危ないですからね。ここが崖だと思って。お願いします。お願いいたします。はい。ね、ひとみちゃんね、まあお客さんを見てるとひとみちゃん血はさ騒ぐんですよね。そうですよ、騒ぎますね、はい。歌う前に何かしたくてしたくてしょうがないことがあるんですよね。謎々ですか。謎々のしたいんですよ、ひとみちゃんはね。まあ毎日暑いですけれども、じゃあ今日は暑いにちなんだ謎々をじゃあ皆様にお出ししたいと思います。じゃあひとみちゃんお願いします。はい、はい、暑い毎日ですね。はい、はい、暑い毎日、皆さんが一番つらい温度は何度でしょうか。問題としてよくわかりますが、毎日考えていただきたいと思います。じゃあひとみちゃんはね、今から1曲歌いますので、その間に答えを考えていてください。ではひとみちゃん、何を歌っていただけますか。いちご街道思い出つぶつぶ、はい、聴いてください。あの人に会いたい、本当に会いたい。あなたとの歩みは道から今日
ちらの鎌田ニューエイトのビール大変美味しくなっておりますの で, そうです、ね、こちらでご注文ください、はい、そして大田区で一番美味しいというパスタ、カレー取り揃えておりますので、ね、ご注文いただければ。そうですね、どんどんご注文ください。普通だったら1800円ぐらいするパスタが今日は800円、一瓶価格で販売しておりますのでねぜひ栄養をとって、はい、夏バテ対策に努めてほしいと思います。南米パラグアイ、そしてカムチャッカまで。カムチャッカ。カムチャッカ。はい、カニの密漁が盛んでございます。はい、さて、本日の視聴者プレゼントは、はい、江中ひとみちゃんが DVD、CD に出演中でございます。こちら。はい、ダニヤ来る瞬間英会話です。ひとみちゃんはね、英会話が得意なんですよね。はい。得意なの。はい。何でも。喋ったりすることができますよね。かな。はい。じゃあね、そして今日はこの本は何名の方に？500名の方に。500名。じゃあ欲しい方はどうすればいいですか？はい。こちらの株式会社ナウンド、うん、東京都新宿区山吹町361まで、はい、完成ハガキでご応募ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日ご来場のお客様でこの本をなんか欲しそうな方がいたら、はい、英語お勉強したい方いますか？誰もいないですよね。あ、どなたか。じゃあそこの若いお嬢さんの方ですか？あ、そうですね。はい。はい。はい。かわいい。かわいい。はい。英語をね、この本を読むと1週間でマスターできるということで、このぐらい英語は上手になるということ。英語を喋っていただいて、じゃあ僕がね、日本語に通訳します。通訳してくださいませ。はい、ひとみちゃんね、英語で。はい。はい。うん、はい。My name is Hitomi Enaka。向こうの山に UFO が墜落したんですよ。I am super。ごう音とともに大炎上さ。My hometown is Miyagi。中から宇宙人が出てきたよ。I like fishing。フラフラになりながら宇宙人がこう言ったよ。レッツダウンロード。スネークになってない。ひとみちゃんの歌をね、ぜひ、はい、音楽サイトからね、はい、配信されてますのでダウンロードしてください。ダウンロードしてください。じゃあ集計するのにふさわしい、はい、ひとみちゃんの歌42曲今のところ出てるんですけど、一番長い歌を。ね、ここでそうですね、はい、ラグモ社長が一番大好きな歌、はい、涙のアロハオエ泣けちゃいますね。じゃあ涙のアロハオエを聴いてるうちに、はい、スタッフ頑張って歌わせて、はい、はい、ではお願いします。はい、お願いします。
地図に何町見つけて